はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スシロカンナでございます。それでは6枚目で通常からやっていきましょう。前回パスポートをね、取り返すことができまして、この少年のおかげで、その情報代として、メトールのアスタリスクのチップが欲しいと言われたんで探したんですけど、どうやらね、どうだったっけ、どっちのおっさんだったっけ、こっちかな、あれドイツだったっけ、ドイツかに話しかけたらね、こいつか、探し物あるか兄弟、メットガードはメットガードだった、ごめん、日本では珍しくない聞いてある、あれが日本人の観光客持ってるあるかって言ってたんで、日本人の観光客がお城の前におったと思うんで、そこに行きたいと思います。もうね、自力じゃね探せなかった。この子、この子メットガードアストリスク、うん、私いっぱい持ってるよ、ウィレスバッチングでいつもそれしか取れないんだもん、逆にプロやと思うな。じゃあ手を出して、はい、ありがとう、お礼ならいいよ、メットガードまだ1000枚以上持ってるから怖えよ、怖いよ、お城作れるよ、それでそれでお城作ったらいいんじゃないかな、でそんな持ってんのメットガード怖いよ、1000枚あたくれよ、全部ガチャに、まあ、全部ガチャにつぎ込むけんさ、くれよ、そのメトガード。ね、1000枚あるならくれよな。えい。やっぱりな、さっきのは冗談だよな。じゃあ約束通りメトガードくれよな。ああ。じゃあ出しな。ほらよ。やったぜ、これでみんなに自慢できる。もう29枚あるけどいるかい？と忘れたぜ、バトルチップのネタだっけな。ああ、金持ちで有名なミリオネアってマダムが珍しいチップを買った際に何で買ったって話だぜ。なんせ金持ちだからな。まあ、いるところは想像つくよな。ほう、ミリオネアさんか。あれだね、宝石たちのいるお店だね。宝石ショップやけど、宝石たちがね。ほら、宝石たちがおるよ。ミリオネアし。ミリオネア様は高貴な方です。よって。よろしくてよ、このボーイなら退屈を紛らわせてくれる。そんな気がするの。それで、私に何の用かしら。ミリオネア様が口を聞いてくれるだと？バトルチップを返して。お小遣いちょうだい。退屈って言われてしまった。もう、セーブしとこうか。なんか悪いこと言いそうやけんさ、おばさんって言いたくないけどさ、おばさんって言いたくないけど、おばさん綺麗だね。おべんちゃらは聞き飽きたの。おばさんっていうことは怒らないんだね。よかった、いい人だ。バトルチップを返して、あら、このバトルチップあなたもだった、だなんて言うの？私これを買うのに50万銭も足したんだけど、日本来たら無限にあるぜ、やすもへん。よろしくてよ、ではこうしましょう。あなたが私のスネークマンとネットバトルに勝てればバトルチップを返してあげるわ。それだけ楽しめれば50万銭の価値はあるもん。わかった、ネットバトル申し込むけど待ってな。バスター送ってくるわ。行こう。なんだかゾクゾクしてきたわ。スネークマンってどんなやつ？見たことねえやつ来たー。まあ、半減してもらいましょう。神の宣告打つな。神戦打ったわ。オッケー。神戦打ちましょう。おー、なんか飛んできた。なんか飛んできたよ。なに、あいつなに。あ、飛んでくるよ。飛んでくるよ。なに、飛んでくるよ。キャノン。はい、キャノン。あー、おらんくなった。取れない。あ、どこ行っち？何？よくわかんないんだけど。よくわかんない。なんか知らんけど削られてる。なんで？わかんない。ちょっとロールちゃん待っとってな。このダメージ受けれないかな。ん？これと何？あぶね。え、何？反復横跳びで打ちまくんやったら相手だけ？こいつ。よくわかんないや。ソード多分届かんね、これ。どんだけ頑張ってもソード届かんけど、無駄打ちしとこうか。ん？なんだこいつ？あ、わかった。同列におったらいかんってことか。ようやくわかったわ。ようやく今ここで理解した。
いたいたいた、反復横跳びで、ああ、何や飛んできた、びっくりしたな、もう。びっくりすんな、もう。あと、ロールちゃん来て。ごめんね、ロールちゃんお願いね。びっくりしたな、もう。何かと思ったわ。じゃあもうここでさ、反復横跳びちょっとやくれーに。ちょっと弱く？ちょっと弱く？ちょっと弱い。ちょっと弱い。ミリオネアさん、こんなで楽しめるんですか？本当に？本当に楽しめるんですか？私楽しんでないからあんまり。私楽しくないよ、あんまり。ミリオネアさん、本当に言ってるそれ。本当に言ってるの？出て出てた。倒して。倒して。あ、見てて、あ、やべえ、どうしよう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 。削り切るな、これ。あ、どうしよう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 。あ、終わったわ。弱えわ。なんて弱いんだ。50万ゼニーの実力。本当にこれ50万ゼニー分の楽しみあり、あったね。うん。いいガッチャ、楽しいレベルだったぜ。負けたけど気持ちよかったわ、本当に。反復横跳びで打ちまくるとだけないけど。約束通りバトルチップは返してあげる。だって十分満たされたもの、本当に。普段どんだけバトルしてない？あとこれは私口からの気持ち受け取ってね。ありがとう。あ、ミオリ、ミリ、ミオリネさんじゃねえわ。ミオリネさんじゃねえ、ごめん。ミリオネさんのパスワードもらったね。おお、1万ゼニーありがとう。あなたには興奮させられますよ。本当にあの反復横跳びのどこに興奮する要素があったかわからんけど、なんか満たされたらしい件ありがたくもらっていくな。これで取られたものを取り戻したね。一件落着。よかったね。ありがとう。すまんな。気安く話をすることは叶いませんが、どうぞお話しください。ありがとう、友達だね。刺激的だったんだって。もう一回やろう。まだ無理か。もう一回やろうよ。もう一回1万ゼニーくれよ。もう一度1万ゼニーくれよな。思ったより、あれやったな。なんとは、なんともあれやけど、あれやったな。うん、あれだった。充実したバトルでしたね。本当に。よかったな。そういや、お前の名前は聞いてなかったな。我が名は光ネット。相棒はロックマンと申す。お前はネットっていうのか。それは網の方じゃないのかな。いい名前だな、ネット。よかった。お前、あれか。報酬メットール1枚でよかったのか。まだあるぞ。メットガードいっぱいあるぞ。ないんかな、メットガード。あ、メットワードなくなってる。30枚渡したんか、じゃあ。嘘、29枚ある。29枚ある。お前、もう8枚ぐらい、もう9枚ぐらい持ってていいんやぞ、お前。みんなに自慢できるぞ。俺、メットカードが10枚持ってるんだぜって自慢できるぞ。しゃあねえな。え、どうしたらいいん、これ。ホテルに帰る？わかった。ホテル帰ろうか。これや。あ、おぼらんくなってる、日暮さん。なんで？え、じゃあ、メットワードのこの使い道はもう完全にガチャに回すってこと？じゃあ、スペシャル回してみようぜ。せっかく、こんだけあるんやけんさ。2回は回そう？インビジブル、スペシャルなのにあんまりスペシャルじゃなくない？あ、クイックマンだ。へぇ。クイックマンだ。でもあんまり軽くなかったね、今見たけど。横一列を往復するブーメラン攻撃、敵を貫通する。なんか怠慢じゃなくてあれやね。なんか怠慢っていうか、怠慢の時でも雑魚いっぱい呼んでくるタイプの怠慢やったらええってことか。なるほどね。あんま使わねえかも。じゃあ休む？じゃあどこベッドか。今日はもう寝ちゃおっか。今日のできことはベッドにセーブしておこうか。頼むよ。すでにセーブ出たが、ああ、いいよいいよ。オッケー。セーブできたよ。ありがとう。デト君おやすみ。おやすみ、ロックマン。明日もきっといい日になるよね。そして、あくる日。あれ？何日か経ってる？音になってる。おはよう、ロックマン。おはよう、ネット君。今日は珍しく早起きだね。会議かい？えへ。じゃあ、オフィシャルネットバトラー会議行こうぜ。わかった。どこでやってんの？どこでやんの？それ。どこでやるんだよ。冷蔵庫がある。ん？あ、両方冷蔵庫が、何や、冷蔵庫と棚でプラグイン分かれとんかと思う。あ、メール、はいはいはい、パピーかな？パピーじゃねえ、オフィシャルネットバトラー本部だ。
会議場についてお知らせします。はい。ゴスペルの妨害工作を避けるため会議場は極秘になっております。まあそうだろうね、普通。自らも出て会議場を探してご出席ください。なんて不親切なんだ。オフィシャルが 無責任とは言わないで。信じられるのは自分だけ。6枚グゼという鍋向きます。なんで人のこと勝手に告知してんの？これロック、ネット君遅刻できランクだったけど、これで。どうすんの？みんな集まってんのにロックマンだけさ、遅刻してきたらさ、怒られるよ。なんで勝手にうちがさ、出席することをさ、どこだよんで。え？日暮さん！おい、日暮さん。じゃあ、やりとちゃんじゃなくて、エンザン君。チップ取られちゃったんやって、もう帰ろうかな。悲しいね。私も一言いいねや、取られたから。おじさんなんか知ってる？あ、知らないか。エンザン君おる？あ、エンザン君いねえ。ここで、ふん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 ってずっと笑いよったわよな、あいつ。いねえわ、エンザン君。え、これプラグインできる。へえ、すげえ。これ会議場じゃない？会議場じゃねえな。ちえ、会議場かな、これ、ワンちゃん。3年前のネットワーク完全で資料早く出してくれ、違ったわ。てっきり会議場かと思ったわ。あ、しかもハイキャノン出てる。ありがたい。ハイキャノンだ。ハイキャノン欲しい。違う、そっちじゃない。ハイキャノンが欲しいな。オープンロック。オープンロックありがたいね。高いからね、オープンロック。なかなか買える代物じゃなくて。ザハンドだ。ザハンドは違う。ガオンドだ。カウントボムだ。そうかな。あ、もらえなかった。もらえませんでした。ここは？この女神像毎日アメロップの平和を見守っています。おっと、これ以上は言えません。会議場じゃなかったね。会議は？あなたのお仲間みたいに。あなたはお仲間みたいに私に当たるよ。私はもう見つけてる会議場への隠し通路。何？なんかアメロップ、あ、じゃあここで合ってんのかな？でもお仲間っぽいから。あ、サブチップおじさんか。サブチップおじさんは、もういっぱいだよね。オッケーオッケー。ありがとう。金めっちゃあるね、今。炎山くんが調べたとか、この辺じゃないの？あは！炎山くん！やっぱ君はぼっちじゃなかったんだね。君ずっと、ふん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 ってこうで寄ったもんね。キモかったもんね。キモいぐらい、ふん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 ってやったもんね。これプラグインできる、プラグインできるか。クソガキしてる、今、うち。今、うちがクソガキしてるよ。ねえ、おっちゃんおるね。いや、君は昨日の、俺だ、ラウルだよ。ありがとう、ラウルくん。俺はマイナーな民族を、マイナーな民族を代表してるの。おー、アパッチの、アパッチ？現実と電脳、両方の平等をもたらさなくては。結構この人好きやわ、うち。お姉さんは？クリームランドの王女、プリンセスプライドと言います。あ、プライド高そう。遥か北にある我が国が目覚ましい発展を遂げたのはインターネットのおかげなのです。ゴスペルの陰謀から我が美しい国と国民を守るため、私は戦っています。戦える女の人って好きやで、うち。あ、さっきはあの波動のお姉さんおるぞ。隠し通路見つけたみたいね。私は南アメロッパ大陸からやってきた。ジェニファー、仲良くしましょう。ジェニファー、ありがとう。南アメロッパのジェニファーだね。お前はアメロッパのジョンソンとジェニファー。よろしくな、よろしく。エンザンザン、エンザンザン。こんなところではしゃがないでくれるか。はしゃいでねえし、全然。俺まで同類に見られる。全然はしゃいで、あ、そろそろ会議始まるみたいだよ。飛ばしちゃったらごめんね。全然はしゃいでねえし。あ、序の口だし。世界を代表するネットバトラーの皆様にようこそ。ただいまよりオフィシャルネットバトラー会議を開催します。やったね、やったね。それではまず輝けるネットバトラーである皆様の紹介を私から。そんなのもう自分たちでやっちゃったよ。それ早く本題に入ろうよ。まあ、障害者はうちだけなんやけどな。盛りだくさん抱えてる事件をほっぽり出してきただからさ。私もそう思います。ゴスペルに関する重大な情報。それを伝えるために私たちを呼び出したのでしょう。意外とプライドさん好きやわ、うち。こういう強気な女性好きやわ。しかし日本も何考えてんだ？こんなキッズを、しかも二人もよこすなんてな、キッズだとくぐったたかがそうさせるぞ。なんならそのキッズとやらと今ここでネットバトルしてみるか。エンザン君、こういう時だけ血の気多いね。
それファンキーだ、買うなベイビー。音だけないぞジョンソン、ジョンソン絶対弱いって。だって顔グラが。とにかく会議を先に進めよう。それではゴスペルに関する重大な情報の内容について説明します。はい、よろしくお願いします。何重大な情報って、身内にもしやゴスペルがおりますわよっていう話なのかい。そんなことないか。ゴスペルは恐ろしいことに究極の鍋の開発をしています。なんか前作も究極の鍋開発してなかった？それは全てにおいて肝心な鍋。な、前もそんなこと言ったよ。ワールド3も。そしてゴスペルはそれを使っていよいよ本格的に現実と電脳、両方の世界を征服しようとしているのです。究極の鍋が完成されれば、理論上それをデリートすることは不可能です。なんか前も絶対ワールド3と同じことを言ってるけど、こいつら。我々は何としてでもその開発を阻止せねばなりません。そしてそのための重大な情報を本部では入手しました。絶対に、え、嘘じゃない。それでは前方のスクリーンをご覧ください。はい、それがその情報。 あれモニターあれかな、叩くんかな、モニターバンって叩くんかな。何も映りませんね。モニターバンって叩いた、叩いたな、こいつ。おいおいおい、力マックスにやんだよ。放送事故なんで。みんな、気をつけて。何？あっ。行っちゃった。先に一人で行くなんてずるいな。ん？いかん。みんな逃げるんだ。ダメだ、もう遅い。え？大丈夫な？その勢いで落ちて大丈夫。わーきゃ。あー、プライドさんだけは守りに行かなきゃ。うわーい！楽しんでんな、一人。ネット君、ネット君、うん、プライドさんは無事か？ここは、どこ？僕は誰？君は光ネットだよ。お城の地下の部屋かな。僕たち結構落ちてきたみたい。なんで無事なん？位置エネルギー的に考えてやばい威力出ると思うんやけど、なんで無事なん？大丈夫？動ける？うん。あ、いて、ちょっとすりむいたみたいで、ちょっとすりむくだけで済むネット君異常じゃない？でも平気。怖えよ。なんで無事なの？あ、何？電話？なんだろう？皆さん、ご無事ですか？一応ね。プライドさん無事かい？本部からの連絡によりますと、今回の会議すでにゴスペルにバレていたようです。絶対内通者おるやつや。お前じゃねえの、内通者。そしてゴスペルはネットバトラーを送り込み、会議を妨害したのです。残念ながら究極の鍋の開発を阻止するためのデータも盗まれてしまいました。何やってんねん、お前ら。さらにゴスペルのネットバトラーはお城の侵入者撃退システムにハッキングし、お城のトラップを作動させました。そうです。そいつは皆さんの命を狙っているのです。お前じゃねえの？ビュッと、あ、うわぁ、あ、怖っ。普通に怖いんやけど。子供に何を見せてるんだ、お前らは。あ、聞いたか、みんな。あ、うん、とんでもないことになったね。ジェニファー。南アメロッポのジェニファー。今の人もきっと。とにかく、孤立するのは危険だ。何かあったらすぐ連絡を取り合うようにしよう。いいな。わかった。そうですね。無事だった。よかった。そうすればゴスペルのネットバトラーの居場所も早く突き止められるはずです。たく、こんな薄暗いところにいつまでいるなんてごめんだね。とっととダッシュして、俺がそいつを見つけ出してやる。めっちゃ死亡フラグ立ってるけどさ。ダメだよ。こういう時にそうやってさ、急ぎすぎるやつほど死ぬんだよ。知ってる？日本の少年たちもそれでいいな。リメルコを了解した。ええ。わかりました。こういう時は元気だね、ネト君。プライドさんのところに急ごう。今すぐプライドさんと合流しよう。プライドさん、プライドさん、プライドさんは館長か。ネト君危ない。え？わあ。お城のトランプが作動してるんだ。どこはプラグインできるとこない？僕が何とかする。わかった。行って。すごくない？絶対さ。飛んでくるんが分かってる行動をとってるよ、ネット君。楽しいね。ここかな？いや、早くプライドさんを守りに行かなきゃ。私がプライドさんを守るんだ。おい、何してんだ、てめえ、おいよ。ここオフィシャルセンターの世界本部では、いち早くネットワークシステムを作りました。なので、ここは他に比べるとちょっと古い。床にひびが入っていたりするので、ああ、なるほどね。壊れるってこと？その壊れねえじゃん、全然。歩いてるとお化けが出ることがあるから気をつけて。捕まったらダメだよ。話しかけるなんてとんでもない。え？お化けが出るの？どこ？手受け継ぎが出たよ。今にも HP を吸いそうだったよ。へぇー。お前？
お前お化け。吸血鬼だ。なんかそんなやつおったね。あ、硬い、こいつら。いてててて。めっちゃ硬い。バスターマックスだよ。バスターマックスだよ、うち。バスターマックスだね。めっちゃダメージ食らっちゃった。なんだこいつ。いてててて。なんだ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 てめえ。え、なんだあいつ。あ、効かねえ。おええ。おええ、なんか効かねえ、こいつら。え、どうやって倒すんだろう。え、どうやって倒すんだろう。エスケープ外しとるからな。ボムも効かねえ。ダメだ、何も効かねえ。いけ、当たっちゃった。やべえ、死ぬ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 。あ、死んじゃった。やべえ、やべえ、やべえ。セーブしてんね。どこでセーブしたっけ、うち。いや、あいつなんだ。あー、ここからかーい。はい、行きましょう。あれー。はい、ネット、大丈夫だよ。あ、やべえなー。やっちまったな。セーブしとけばよかった。なんかセーブするの忘れちゃうね。やっぱあれだよね。オートセーブに慣れてしまっとるせいかさ。え？なんで？これかな。話しかけんといかんのかな。話しかけなフラグたたんパーティーか。これも全員に話しかけらんのすまんパーティーやな。知っているぞ。プライドさんやね、合ってるよね。プライドさん好きやわ。プライドさん、ピカリネットはどうだい？よし、これでいいんかな。あ、ジェニファー。ジェニファー、行くよ。で、動けるね。OK。ワナのとこまで見よっか。OK、OK、ここ回収した。OK。ここで帰ってきたよ。なんだったんだろうね、あいつ。あいつの倒し方がわかんねえな。メールは見とこうね。一応全部ね。記録はつけとかなきゃね。どうやって倒すんだろうさ、あいつ。バトル、あれかな。やっぱゴスペルとかじゃないといかんのかな。あの、フェニックスの王、フェニックスの王って投げれる。でも回復投げれらんしな。フェニックスの王だったら投げてダメージ与えれる系な気がするんやけど。そんなんじゃないんかな。あ、インビジブルだったらええわ。ああ、なるほど。床がひび割れてるって、そっちね。インビジブル3は助かるね。ありがたい。どうだろうな、きついかな。あ、間違えちゃった。はい、いいけど。インビジブル2だもんね、今。アスタレスク。あ、でもアスタレスクだったんか。そこはちょっとあれやけど、もったいない気がするけど、なんかいいのあるのかな？ブロンズフィスト？カウント、あ、そう、カウントボム新しいのないのか、今。セーブしとくね。センキュー。いけない。ここにアイテムある。あ、追ってくるこれ。すり抜けれる。あ、HP を捨てたら、うっぜ。これは？何もできんじゃん。あれか、吸血鬼って。なんて、なんだ。HP 吸い取られるからですね。インビジブルありがたいね。アタックライト、インビジブル。これは？電脳鍵だって、へぇー。これがいるんだね。あ、お金だ、ありがたいね。あ、強そう、こいつ、何？弱え。私が強すぎるんだな、バスターマックスだもんな。電脳影、ここ、あ、使えたわ、よかったわ。ここに来るまでに影のような姿のウイルスと出会いましたか？影には実体がないから大抵の攻撃はすり抜けてしまいます。でも、よっぽど鋭い攻撃とかなら、切り捨てることができるでしょう。僕、いいこと言った？言った。と思う。お前は？ゾンビに捕まってこんなところに連れてこられちゃったわーん。そんなホラーなの？ホラーマンだ、ホラー？これ調べれるホラー？調べれないホラー。まあ、インビジブルはいいよ。お前は？お化けに、お化けは前しか見てないんだ。タイミングを狙えば曲がり角ですり抜けたり追い抜いたりできる。
そうなんだに。お化け。あ、お化け出た。でも、わしの足の方が速い。ネト君、ネト君ね、6万の足の方が速いな、だんだん。でもどうすんだらいいんだろう。結構広そう。あ、でもここで鍵もいるってことか。これでしょ、どうせ鍵。当たったわ。当たってしまったわ。ちょ、こいつカーズって何？カーズってどうやって倒すのこれ。どうやって倒すんだろうね。これかな。いた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 。この戦法かな。早いんだよね。危ない。ごめんなさい、ミスりました。ごめんなさい。回復しとこっか。でゴスペル聞くかだけ見ていい？あ、しまった。早かった。ごめんゴスちゃん。もう一回もう一回。無理か。無理だな。おめえやじまったわ。ゴスペル無理だった。あー、ここ危ねえな。何やってんだって。何やってんだって。いってもうやだ。こいつ嫌いなんだけど。うち嫌い。危ねえ危ねえな。これで戦うの？こっち。インビジブルしとこうか。インビジブルで、あーなるほど。口開いた時に攻撃すればいいのか。あ、で、回復くれたってことね、今。ちょっとエフロエネルギー使っとこうか。なるほどね。口を開いたタイミングで攻撃すればいいけど。ええことかい。こっちは？あ、これ北道か。北道だった。ごめん。なるほどね。じゃあ今まではタイミングが悪かったんだね。結構早打ちっていうか B 連打しようねんけど。ああ、ないやいやいや。は。もう二度と許さねえからね。死んで詫びてこい。もう死んでるんか、ゾンビやから。まあ、行こっか。で、これで。トラップを制御して、オッケー。センキュー、じゃあプラグアウトしようぜ。プラグアウト。はい、あ、間違えた。これを、あー、ものの見事にもう矢は出てこない。あ、誰だい？ジョンソン。やっぱりジョンソン死ぬんじゃん、おめえ。どうしたのよ。ジェニファー、お前も次フラグが立ちそうやからやめとけ。これ以上喋るな。すまん。トラップにやられた。脱世。脱世死に方してんじゃねえよ。ジョンソンさん、助けに行く。今どこ？俺はもう、ダメだ。俺のことは気にせず先に進むんだ。あ、ジョンソン！うわぁ！くそ。ジョンソンさん！ジョンソンさんがやられたところで今回は終わろうと思います。もう絶対死亡フラグ立ってたやんなぁ。ちょっと次の間だけ見てもいい？なんだここやばいぞ。天井が迫ってきてるんだ。え、あープライドさん。お前プライドさん。このトラップさっきジョンソンさんがやられたのと同じものと思います。この扉横のスイッチにプラグインしたら開けられるんじゃない？私のナイトもさっきトラップを解除するのにダメージを受けてしまったのです。ネト君、僕なら大丈夫。早く僕を。ああ、このままじゃみんな押しつぶされちまう。マジで思ったより余裕ありそうやったんやけどな。でもプライドさんのためやったら頑張るけど。時間制限ないな。 OK。 それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。